どうもエルザです。それではクラッシュバンディクー4をやっていきたいと思います。今度こそラスト。あー難しいのよ。コルテックスのお仕事をやっていきます。いやーむずい。まあでもちょっとね、なんかこう振り返ってみたんだけど、普通のラスボス戦に比べたらまだマシっていう変な心境はあるね。まあ2のラスボス、2の手前とかコースがね。あ、どうなんだろう。ん？あ、コルテックスもそれこんなんだ。こんなんなんだ。わしを探そうとだって無理だぞ、ネオコルテックス。この城は迷宮だ。わししか知らん秘密の通路だらけだからな。肖像画の裏の隠し通路とかか。耳のくぼみを押すと開くやつだろう。なぜそれを。はい。上か。これはどう？もういいや。抜けて。おうほう。ああ、待機場所なだけか。チェック。あぶだ。はい、これさ、まさか、あ、そのパターンですか。そのパターンですか。あー、むずい。はい。刺さりに行くスタイルだったね。そうか、乗るパターン出てきたか。そうそう、はい、まあまあ余裕でしょう。よし、あれこれバグったよね、絶対ね。これバグってる以上、俺、あ、すり抜けはダメよ。すり抜けはダメだっていくらなんでも。やばい、当たり判定がまたおかしいことになってるね。希望としてはノンストップで行きたい。はい、やめた。諦め早かったな。で、これでチェックポイント。完全にすり抜けたからね。完全なソフトではない。ちょっと待った、あれクリアさせる気ないだろ今の。いや、もう今回もうクリア目的だからね。はい、あー分かった。一発目でいけるといいんだよな。かっこいいんだよね。はい、結構ね、前に進めなくなることが多いのね。ノロマメ、遊びの時間は終わりだ。ノロマ、わしはそんな。はい。ああ。
ダメなの？あの人参みたいな話してたけど。おお。ああ、それでしか倒せないってことね。で引火するのよね。ここまで来て嫌らしいステージだけど、それは新しい。ああ一撃アクアクと、アクアクの存在は何だったのか。おお。ほう。クリアさせる気ないでしょ。はい。ちょっと待った、ちょっと待った。あ、懐かしい今の。あれ、最初の頃の雑魚敵、初代の。誰か助けてくれ。ジタバタするな、手間を頼む。誰か邪悪な偽物が襲ってきた。邪悪な偽物だ。わしはもう知るか。助けてる、ね、これでわしもおとなしくなるだろう。あれってことは、ね、未来の君もおとなしくなるんじゃ。まあいいか。なんか地獄みたいな感じが見えるんだけど、まさかね。はい、地獄来た。地獄来たね。うわマジか、ここで全部試すのか。考えよう。押して上がってだね。はい、発。はいはい。ちょっと気づくない。あっにっもうめちゃくちゃ。はあ、待て待て、落ち着きたい。マジ。やべえなこのループ。あ、地獄絵図ってこういうの言うんだね。よし、チェック来たけど。とうとう、そういう、そういう。めっちゃ喜んでたな、今の敵キャラ。あー、
ー、それはそれはひどいです。わお26。はい、無理。わお。うわ。うん、止まったのがよかった。よしよし、来た。あー来たー、やっと来たよ。久しぶりにゲームでうなだれたかもしれない。いやいやいや、難しすぎるっていくらなんでも。あーでダブルなトラブルで裏が見れるわけね。最後のあそこ結局やるんだろうな。さあコルテックスの野望、あー1のタイトルだね。さあコルテックスの野望、なんかもうあれだもんね、ウォンバットになってるもんね、右下ね。さあ因縁の対決を終わらせに行きますか。わしがここまで頑固なんて信じられるか。もちろん。お前を作らぬようわしを止めねばならん。だがわしを始末すればわしが死ぬ。したがってわしがお前を倒さねばならんのだ。もらった。いい笑顔やったね。あ、ちょっと待って、ライフも意外とお高め。シューティングマシーンに乗ったのか。ずるいぞ。乗ってよかったね。信じられる。ほい。に。あ。よしよ。行け。おお、懐かしいよ。信じられる。さあ、負けを認めるがいい。はい、色が変わるパターンですね。シューティングマシーン撃て。信じられる。予習よ、行け。おっと、はい。さあマスク解放はできない。長距離レーザー発射。はい、あー、飲みの焼ける匂いがするな。やめてください。
逆にノミが焼けるのはありがたいんじゃないか。気をつけろ、ひっくり返るぞ。あべこべ、そう、お前の世界は全部逆さまなのだ、はいはい、困ったか、はいはい、びっくりしたか、お前の小さな脳みそがオーバーヒートしているぞ、はいはい、ジャンプしゃがみジャンプで、ジャンプジャンプしゃがみ、はい、頭がおかしくなっちゃうな、これは。はい、2、3、助手よ、行け。助手なんだね。ついてこられない。さあ次は時間。え、あ、ああ。ゆっくりだ。位置について用意。怖いだろう。そうそう、はい。ふざけてません。ゆっくりだ。これね、使ってる側がゆっくりになるだけだからね。怖いだろう。はい。2、3で。助手は、はい、おい、あれ、多分相打ち、相打ちオッケーなんだね。やったね、ライフちゃんと減らしてるね。うい、はい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 、おお、マジ、おお。はい、一発。手を出すのだ。ボディープレス一発はでかいな。いいね。ちょ。はい、よし。あ、ラスト。こんなはずでは。ぬ、ぬ、な、ぬ、いて、ぬ、な。うん、頭をガツンとぶつけたようだな。しかし敵が倒れておるということはわしが勝ったということだな。計画通りクラッシュがわしの部下になったらお前が最初の餌食だ。ついにこの時が来た。急げ、ボルテックスに入れろ。デスタコンテッツ様、はまだ完璧ではどうなってほしいませんよ。また失敗だ。残念。うわ、捨てろ。わしをどうする気だ。あんたにおとなしくしててもらおうかね。どっか遠くの次元に飛ばしちゃおう。宇宙の果てを楽しむがいい。5、4、3、2、1。
このゲーム。はい、ということでクリアですね。やったね。しかも最後のあれ、創造者かあれかな、あの声優さんだね、アクアクさんの。いやー、やっとクリアした。なるほど、で解除されるんだ。トリプルスピンが解除された。走っている時に四角四角四角を押すと攻撃範囲が広がってスピードがすごく速くなるよ。タイムアタックで試してみてね。とにかく進もうと。ああそうだね、もうこっからはやり込みだね。やばかったなー。いやてかさ、ボロボロ。ラスボスの方が簡単ってどういうこと？ちょっとじゃあトリプルスピーミー最後見ましょうかね。いやー、やっとクリアできたよ。そうだね、ちょっと最後に、最初のステージして終わった感想を述べながらね、ちょっとやろうかな、パパッとね。正直に言うと、めちゃくちゃむずい。あれ？ちょっとスペシャルスピンできてる？そこだよ。あんまりスペシャルスピン感がないんだよね。まあいいや。スピン感ないね。まあやった感想としては、実際クラッシュって発売されなかったのを、まあ一応制作会社のいろいろあったからなんだろうけど、いやー、まず続編が出てよかったなっていうのが第一の感想で、したかったっちゃしたかったね、ずーっと。で、プレステが新しく変わるたんびに、できるソフトみたいな感じの感覚だったんだけど、まあ PS4 とかからそれがなくなり、で、またこういった形でできたのが良かったね。まずそれが良かったかな。でね、難易度はね、難易度は正直今までの作品で多分2番目ぐらいかな。難易度的には正直、エントロピーが出始めたシリーズか、パー2が、いい具合に難しいんで、まあでも2番目とかそれぐらいかな。まだかかってた印象はあるね。で、内容は申し分なかったね、やってみて思ったのは。だいぶ楽しくできたなぁという印象だね。いやぁ、ただトリプルスピンの効果がいまいちわからなかったな。あ、ちょっと今なんか出たよね、一瞬ね。一瞬出たような気がしたんだけどな。あー、やっぱジャンプの時か、白くなる瞬間だね。まあね、だね、まあ面白かったっていうのと、やっと続編ができたっていうことで、でまあやっぱ他の作品とマルチというか、よくあるパラレルワールドの設定になってたんで、これから正直始めても全然分かりやすい感じだったかな、ストーリー的にはね。独立してる感じのソフトだったり、それはすごく良かったなというところです。さあ、あっという間にクリアということで、クラッシュバンディク4ですね、今回で終了となります。クリアしたんで、まあ、やり込みとかは、別でしょうかな。ちょっとね、やり込みをね、いろいろ考えたんだけど、まあ、僕はもうプライベートでしようっていう。多分ね、無言になってしまうんで、もう。なので、まあ、ちょっとやり込みは一人でしつつ、楽しみたいなと思います。で、まだやってないコースとかあるんで、まあ、隠しステージとかにあるんで、もし興味のある方は、
買って実際にプレイしてみるといいんじゃないかと。どんだけこうね、頭がこんがらがるか楽しんでいただければと思います。ということで、クラッシュバンディクー4これにて終了となります。あー、よかった、終わって。正直ちょっとクリアできるかな不安だったんだよね。まあなんとかクリアできてよかったなというところだね。はい、ということで皆さん遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。全16話となりましたが、まあまあ一つずつコース楽しんでもらえればいいかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回別のゲームの世界でお会いしましょう。ほんちゃまたねー。